どうも、皆さん、こんにちは。FX 専業トレーダーの翔太です。今回は、2016年9月12日から16日までの、相場おさらいをやっていきたいと思います。ポンド円の相場おさらいをやっていきます。で、ちょっとすみません。さっき、ちょっとね、これ動画撮り直してるんですけど、その時に、この縦の線ちょっと動かしてしまってて、申し訳ないです。ここですね。9月12日から、9月16日の終わりまでの期間って言ったら、まあ、ここからここまで、この期間の、まあ、話になるんですけど、まあ、こうやって見ていただいたら分かる通り、135円と136円の間をね、結構まあうろちょろするような、まあ、そういった週だったのかなと思いますね。で、最終的にまあこう下に抜けてきたって感じなんですけど、まあ、4時間足レベルでこう見たときですね、この、まあ、上昇の波ですね。この上昇の波の、まあ、この最高値ありますよね、これ。最高値を作ってきた、この波ありますよね。この波の、安値。ここを、この陰線で、下抜けてきてるんですね。ということで、この陰線確定した瞬間からですね、もうこの上昇の波は、一旦勢いがなくなったんだなというふうに、考えることができるわけですね。ということで、どのようなシナリオをですね、立てることができるのかというと、この大きな上昇の波の、押しのような、要は押しを作ってくる、下落の動きっていうのが考えられるわけですね。というわけで、フィボナッチリトレースメントを、この安値からこの高値までね、こうピーッとまあ引いてあるわけですね。そうすると、まあ、38.2 のラインがここ、50% のラインがここ、61.8 のラインがここというふうになるんですけど、まあ、最終的には 61.8 付近までトライしてきたっていう感じでまあ終わったわけですね。ただ、この 38.2 のこのラインですね。というか、まあ、この 38.2 のちょっと下に135円の切り板があるんで、まあ、要は、この135円が相当手強かったってことですね。これ見てもらってわかる通り。うん。まあ、そんな感じでね、この、個人的には 38.2 と50と 61.8 の、まあ、いずれかでね、止まるケースが、まあ、多いなと思ってるんですけど、その中でも、まあ、順位をつけるとしたら、これはあくまで僕の今までの経験則というか、経験から、まあ、そういうことなんで、これが正しいですよっていうわけじゃないんですけど、やっぱりこの半値の50ですね。半値の50あたりまで目指して、こう、また上昇みたいな。うん。そういうケースが割とよく出会うこと多いかなって感じですね。まあもちろんこの今回みたいに 61.8 まで目指してきたりとか、浅い、押しですね。38.2 までの浅い押しでまた上昇してくるっていう、そういうケースも十分あるんですけど、だからこの3点はまあどれも多いんですね。どれも多い中で、強いて言うなら50がやっぱ一番多めかなって感じですね。50意識して上昇みたいな。まあこれはなんていうのかな。本当に流していただいて大丈夫です。今のは。うん。まあ、ああ、そうなんだぐらいな感じで聞いとってください。というわけで、この9月12日から16日までの週はですね、結果的にはこう135円と136円の間で、まあ、レンジのような、動きになりましたけど、基本的には、ここら辺の背景から、売り目線で基本的には考えるべき週だったということですね。そういうことを背景にして、ちょっと1時間足ベースで、ここならこういった場面
は結構熱かったんじゃないのかなっていうような場面をですね、まあ、一つ一つちょっと紹介していきたいと思います。結構ね、今回の動画講座ちょっと時間長くなっちゃうかもしれないんで、小分け小分けにしてちょっと見ていただけると嬉しいなと思います。多分いっぺんに見ると疲れちゃうかなと思うんで、まあ、なるべく駆け足で解説しようと思うんですけど、駆け足すぎても多分ちょっと早すぎてよくわかんないみたいについていけないみたいなことになっちゃうと思うんで、まあなるべくちょうどいいぐらいの速さでね解説できたらと思います。でもこれちょっとね、さっき解説失敗した状態でラインがちょっと引けたままになっちゃってるんですけど、もう一回引きます。まあ要はこの縦の線、ここですね、ここからまあ9月12日始まったんですけど、これの手前にちょっとしたこの上昇トレンドですね、これ発生していたわけで、まあ、要はこの上昇トレンド発生したということは切り上げラインですね、まあ、こう引けたと、このように引けたってことですね。でちょっとこの縦の線も邪魔なんで消しますね、これね。でこれ消して分かる通りですね、まあ要はこの9月12日まあいつもの通りというか、窓を開けてまあ始まったと、136円ちょうどあたりを始め値として窓を開けて始まったとですね。というわけで、まあ、当然この窓を、まあ、埋めに来るようなこういう、まあ、上昇ですねはしてきたんですけど、まあ、ヒゲではまあ埋めに来たけど、実体レベルでは埋めに来てないんですよね、ここね。ということで、いつも言ってるように、いつかはその実体レベルで、窓を埋めに来るような動きっていうのが出てくるっていうことなんで、そこはもうこの時点でちょっと警戒はしといた方がいいってことです。まあ、結果的に、まあ、結構この辺でぐずついて、まあ、この上昇ですね、ここで、まあ、この窓を実体レベルで埋めに来たってことで、まあ、結構時間経ってから埋めに来たって感じですね。うん、まあ、でもこれがこんだけ時間経たずにすぐに実体レベルで埋めに来る上昇をしていた場合も、十分考えられるんで、まあ、今回はこれだけ時間経ったということですね。まあ、そういうことも警戒しながらの、まあ、ちょっと売りの戦略を立てていくって感じなので、まあ、ちょっとまあ難易度高かったかなと思いますね、ここは。まあ、でもそうですね、まあ中級者初心者の方はちょっと難しかったかもだけど、中級者レベルぐらいの方ならまあ売りで、まあ、取れたのかなとは思うんですね。あともう一つここのポイントを難しくさせた、まあ要因としてはですね、この切り上げラインのまあ要はリテストがちゃんとかかってないんですね、これね。要は実体レベルで窓埋めに来てない、まあもしこれリテストがちゃんとこの切り上げラインにリテストをかかっていたら、実体レベルでねもうこの時点で埋めに来てはいたんですけど、なんでこんなことになったのかというと、やっぱりここにね移動平均線がね結構邪魔をしてるんですね。で、80EMA とね、僕 480EMA を、まあ、ちょっとまあ今追加してるんですけど、まあ、これちゃんとね、意味があるんですね。なんでこの数値の移動平均線入れてるのか。まあでもこれはね、ちょっと待ったおいおい話そうかなと思うんですけど、まあとりあえず、まあ、要は青のいつも入れてるこの 20EMA ですね。青色の 20EMA、そして赤色の 20SMA。そしてこのオレンジ色の 80EMA、 これら3つの、まあ、移動平均線が行く手を阻んでるっていうのがあって、だから実体レベルで窓を埋めに来なかったし、この切り上げラインに対してのリテストもかからなかったんだろうなっていうことですね。
でもですね、そんな中でも移動平均線に対しての反応をね、ちょっと見てほしいんですね、ここ。これね、ヒゲでは 80EMA で抑えられて、実体では 20EMA に抑えられたと。こういうポイントを見逃さないようにしてください。ヒゲ、実体で、要はヒゲで止められた移動平均線と、実体で止められた移動平均線。うん。が、別の数値だったりとかすると、結構厚かったりするんですね。こんな感じで。まあ、これ別の数値じゃなくても、例えば 20EMA で実体止めて、この赤色の 20SMA でヒゲが止まった。みたいな。そういう、感じになった場合ですね。結構厚いので、まあ、それを確認して、なおかつもう一つ作業をしなきゃいけないんですけど、また細かくこう、切り上げラインを引いてください。要は、この陰線確定で、実体レベルで 20EMA 止まって、80EMA でヒゲ止まったと。あ、これ、まあ、下がるだろうなっていう、まあ、そういう考えを、まずここで持っとくってことですね。まだ売らないです。で、上がって、下がって、上がって、で、この陰線。この陰線で、この切り上げラインを、実体で下抜けた。これ確定したら、ここで売りエントリー。で、135.5 か、135円付近まで、取っていくっていう、まあ、そういうパターンがね、いいのかなと思います。それか、ここの手前に、こういうね、ちょっとまあ、毛抜き底というか、まあ、実体が揃ってるとこありますよね、ポイント。レートで言ったら、135.079。まあ、その、ちょうどその付近ぐらいまで落ちて、まだ上昇してますよね。まあ、こういうところを利確のポイントに置くのも、すごいいいと思います。135円を利確目標に置いていた人は、ここから上昇してるんで、縦値決済とかなってると思うんですけど、個人的には135円ちょうどとかを利確に置くんじゃなくて、ちょっと上で、まあもっと言ったら、ちょっと括弧のチャートを見て、で、こういうさっき言ったようにね、こういうような、まあ、毛抜き底になっているような、レートとかを発見したら、あ、ここでちょっと止まりそうだなと思って、ここのちょっと上ら辺に、要は、あれですね、差し値、決済注文を置いとくみたいな。そういうやり方すごいいいと思います。で、もっと言ったらね、ここにね、480EMA がある、邪魔をしてきてるんですけど、これね、後々、この 480EMA はね、相当、行く手を阻んでくる存在になってるんですね、これ。見てもらって分かる通り。うん。まあ、そんな感じで、結構、抜くのがね、一筋縄ではいかない移動平均線だったってことですね。まあ、今週あたりね、これ、この辺、結構グズついてますよね。まあ、なんで、この、480EMA にタッチするちょっと手前とかでも決済しとく。そういう取り方は結構いいのかなと思います。で、この切り上げラインなんですけど、ここで引かずに、例えば、こっちで、起点は一緒だけど、この2点目のところをこっちじゃなくて、こっちにしている人も多分いたんじゃないのかなと思うんですね。そういう方は、こう、陰線ですよね。陰線確定。で、この間、ここに、下ヒゲ、で、この陰線、上ヒゲありますよね。要は、ここで、もっとね、短い時間足、ちょっと、
どうしようかな。5分足とかでちょっと見たらわかると思うんですが。すんなりと見つかってくれるかな。ちょっと縮小して。あ、ありましたね。うん。まあ、この切り上げラインね。さっき1時間足で引いたラインなんですけど、これ、ちょっとまあ、汚いですよね。だからちょっと若干修正してやってください。こんな感じでね。で、これ、5分足にして、この切り上げラインですね。まあ、リテストかかってないんですけども、この5分足レベルでの、この 20SMA と 20EMA に、こう、まあ、タッチしてますよね。で、何度もこうタッチしている。何度もタッチして、この陰線ですね。この陰線でグッと下がってきたと。要は、ここでレンジのようになったんだけど、ここでレンジブレイクしたと。で、これ確定してから、ウリエントリー。リアルのすごいいい作戦かなと思いますね。うん。まあ、もっと早く入りたいという人は、もう、なんだろうな。この 20EMA とかにタッチしたとこで、タッチしたとこで、売りで仕掛けて、で、ちょっと損切りの位置がね、遠いんですけど、この辺とか損切り置いといて、で、まあ、利確目標ですね。利確の目標を先ほど言った、まあ、こういう、毛抜き底になって、ちょっと上で 480EMA よりもちょっと上の辺とかにしとくってことですね。そういうやり方もいいと思いますね。すいません、ちょっとね、5分足でリテストちゃんとかかってきてくれてるかなって思ったんですけど、思いのほうがかかってなかったですね。だからまあ5分足レベルでもちょっとまあ難しい感じにはなっちゃってるんですけど、でもね、これね、翔太式5分足のロジックに、これ、がっちり結構当てはまってるんですね、この場面ね。うん。実はね。まあ、でもちょっとフィボナッチを引いちゃうと、ちょっとネタバレになっちゃうんで、ちょっともう引かないですけど、実はこの場面っていうのは、翔太式5分足、オリジナル FX トレード必勝法のロジックに、バッチリと当てはまってるんで、まあ、正直もうこの底まで取れますね、正直ね。うん、実はね、実はそうなんですよ。そうそう、なんですけども、ちょっとそれはまあ、僕自身 FX 教材としてそちらの方販売しておりますんで、ちょっとこちらではちょっと解説できないのが本当に申し訳ないんですけども、まあ、ご興味ある方はね、この動画の下の説明欄、概要欄ですね。の方に、僕の FX 教材の、URL ですね。を、載せておりますんで、そちらからまあ詳細の方ね、ご確認いただければと思います。まあ、要は、そういう、まあ、翔太式5分足のロジックでがっつり取る方法もあるよっていう、そういう場面ではありましたね。うん。ただ、そのロジック使わないのであれば、うん、ちょっと遅いですけど、この陰線確定からの売りで入って、そして、まあ、うん、先ほど言ったように、135円のちょっと上のこの辺が、要は毛抜き底のようになってる。場面ですね。ちょっと待ってくださいね。135.097。ああ、こういうことか。5分足で見るとこういう感じですね。うん、これが
1時間足で見るとこういうことになっていることですね。うん、こういう感じで、違う時間足で、1時間足で毛抜き族のような、ロウソク足のパターンになっている。こういうポイントは5分足では一体どういう形になっているんだろうというふうにちょっとチェックしたりするのは非常に重要なことなんで、よければ暇な時でもやってみてください。うん。こういうことですね。5分足では1時間足毛抜き族のような形になっている場所は5分足ではこういう形になっているということですね。うん、まあそんなちょっと話それちゃいましたけど、ほら消えないな。うん、ちょっと一つのね、一つのエントリーポイントをこんなに長く解説する人っているんですかね。まあ僕はこうのんびりやっていきたいタイプなんで、まあ、ご了承ください。まあそんな感じで、まあここの売りエントリーのまあ解説はね、まあ終わりということで、ちょっとこのライン消しますね。で、この先もね、まあ基本的にはこう、まあ売りでしかまあ狙っていかないわけなんですけども、買いで別にできないことはないんですよね。買いで。まあこういうように、まあ、まあ切り下げライン引けるわけですし、まあこう来て、ここ抜けて、ここリテストかかってきたところですね。ここから買いっていうのをやってもいいっちゃいいんですけど、やっぱりその4時間足とかで見て、もうこの、なんだろうな、この上昇の、大きな上昇の波の、この押しを作る波っていうのが、もう形成、されてきているわけなんで、まあ、勝率は下がりますよね。うん。要はその押しを作るその下落の波は、下落の波が作られてきている最中に、その、買いで、仕掛けるっていうのは、要はその逆張りになっちゃうから、うん。まあ、結果これ取れてますけど、まあ、しかもこう綺麗にちゃんとこれ、リテスト効いてますしね。これ全然余裕で取れてるんですけど、これはね、やれば。でも、これはまあ結果論なんでね。結果論なんで、なんだろうな。これでこう悔しいと思わずに、別にその、やらなかったら減らないわけですからね、資金は。うん。まあ、これ増えていたかもしれないけど、もしかしたらこれこの通りにいかない可能性の方が高いわけですから、上位の時間足で見た時の、そのシナリオを考えた場合ですね。うん。だからここはもう見送って、もう仕方ないと。で、まあ、その正直言うとね、まあ、このラインね、まあ、結構効いてるんですね。この 134.5、まあ、ここでまた反発して、これ上昇していると。だからね、正直、まあ、結構ね、取れるんですね。このラインを引いていたら。なんだけど、もうこれはね、もう仕方ない。うん。こういうこともあると、もうその割り切らないと、もうその、なんていうのかな。その機会損失の、感情をずっと持ち続けちゃうと、そのメンタル的にどんどんやられていっちゃうんで、もうね、これはもう仕方ないと。でももうあくまで自分をもう売り目線で固定しているんだから、もうここはもういいやと。もうこれは仕方ない。まあいっかっていう感じで、全然気にしないってことですね。うん。というわけで、僕は、正直やりました。僕は正直やって取っ、買いで取ったんですけど、この辺とか。取ったんですが、無理してやる必要はないということです。で、引き続き、こう引く、切り下げライン引きますけど、まあ、こうも切り上げライン引けますから、要はここで抜けて、リテストを買って、ここで売る。むしろ、この売りを、取るっていうのがすごい賢いですね。
じゃあこれ136円からね、この、まあ、またもや、この 480EMA ですね。これがやっぱりどうしてもこう実体で抜けないんですね。だから 480EMA に到達するちょっと前ぐらいで決済みたいな、そういう感じで、やるのもいいですし、単純にこの直近のこの安値まで下がってきたところで利確っていうのも十分、全然それでも取れてますよね、この場面。だからまあ、ここはもうすごいやりやすいと思いますね、こういうところ。でね、こういうところでね、騙されやすいんですね、皆さんね。これ要は135円を、まあ、下抜いてきたんですね、これ。下抜いてきたから、ここから下落の勢いがめっちゃ強まるんじゃないのかと、皆さん思うと思うんですね。これは僕も思いました。思いましたけど、あ、違うな、というふうに僕が思った、決め手がですね、ちょっとね、これ15分足。そうですね。15分足でね、まあ、見てほしいんですけど、まあ、135円これ、下抜けたと。で、これ、一旦戻してきますよね。で、大体なんですけど、1回のこの戻りで、またスッと下がってくるっていうケースって、もちろんあるのはあるんですけど、大体こう、攻防するんですね。やっぱ135円を、すんなり下抜かせまいとする、買いの圧力っていうのも、こう、働いてくるわけです。これ、同時に。で、この次に135円に来た、このポイントで、ここが運命の分かれ道なんですけど、この陽線。この陽線で、このすんなりこの135円を、こう、上抜いてくるぐらいの、結構大きい、まあ、大陽線に近いような、大陽線に近いというか、まあ、大陽線ですね。大陽線で終わっちゃいますよね、ここ。これがね、ダメなんですね。ダメな理由なわけです。もう一回上に上がってしまった要因なわけですね、これは。これどうなってたらよかったのかというと、この陽線のように、この135円で、綺麗に、綺麗に反発して、またここで陰線とか作られていると、これ、要は、このダブルボトム形成失敗で下落っていうことが十分考えられたわけですね。まあ、もっと言ったら、まあ、ちょっと細かめっちゃ細かいんですけど、こういう、ここにこう切り上げラインをね、こう引いといて、で、ここで陰線、要はここで135円、綺麗に反発、陰線、で、まあ、こうぐずついて、この切り上げライン抜いて、ちょっとしたリテスト、で、ここで売りエントリーみたいな、そういうことできたんですけど、この陽線でもう、ちゃんとこう上抜いちゃったんだよね、こんだけ。こんだけの大陽線ね。もうこうなると、あ、もうこれまた上上がってくるなと。もうこの陽線確定した時点でもう思わないといけないですね。もうこの135円下抜いてきた、この下落の勢いは幻だったんだと、ここで思わないといけない。まあ、こう、そういうような考えを、まあ、15分足でできるわけですね。というわけで、こういったフェイクに、皆さん、惑わされないようにしてください。で、これね、今回、僕、前の動画ですね。前の動画で解説しているこのライン。これ、要はウォルフ波動のラインなんですけど、これね、このウォルフのライン自体は正解だったんです。正解だったんですけど、花丸じゃなかったってことですね。このラインは。花丸というかもう三角というか、
要は僕は今回この、ウォルフのラインね、これちょっとマークつけていきますけど、ね、1点目、2点目で、これもう昨日上げた動画、昨日か一昨日かな、上げた動画の内容と全く同じことを言っちゃうんですけど、要はこの大陽線で、この陰線ありますよね。これね、この136円を、ただ一旦こう上抜けてきただけの、その魂の動きに過ぎないってことなんですね。この2つのローソク足って。うん。だから、こういう魂の動きっていうのは、もう含めない。ウォルフの考えに含めないんです。これ覚えとってください。うん。なんて言ったらいいんだろうな。とりあえず、要はこれ、136円これ、上抜いて、こんだけね、長い大陽線で上抜いてきて、来たんであれば、本来なら、137円とか次ね、目指してくるべきなんですね。なんだけどこれ、136.5 で、支えられて、またこう、下落して、で、また戻ってきてますから、この136円の下に。もう、要はこれフェイクだったってことですね。うん、というわけで、これは3点目じゃないってことです、これは。で、こういう背景が読み取れない人は、ウォルフに気づかないんですね、これの。なぜかというと、ウォルフの定義として、1点目と3点目と5点目を、こう、直線上で結べる、っていうのが、その、なんだ、ウォルフ波動の、まあ、絶対条件というか、条件なんで、もう要はこれ1点目、3点目ってなって、5点目ここじゃないですか。これ直線で結べないですよね。だから、もうこういうふうに考えてた人というか、これは魂と考えれなかった人は、まあ、ウォルフに気づけずに、このライン引けてないってことですね。まあ、このライン、まあ三角なんですけど、まあ、あとでまあその花丸のラインに修正しますけど、これ。で、まあ3点目。で、これ4点目ね。4点目、5点目ってことですね。で、まあこれね、花丸は、花丸の、で、まあ、ウォルフはこう1点目と4点目結んだ先までこう下がってくるっていう、理論なわけですけども、要はこういうことですね。今ね、これ、花丸の、ウォルフのラインにこれ直したんですね。これ見てくださいね、これ。まあ、ほんとこれ、まあ、後付けって思われるかもしれないですけど、要はね、これ、なんで僕これ三角だったのかというと、これね、こっちの実体空気にしてたんですね。これ、4点目の部分を。で、ここまで下がってくるかなって。で、なんで僕これ実体付近にしてたのかっていうと、これも昨日の動画と本当に被っちゃうんですけど、要はこれウォルフのラインですね。で、これチャンネル。引いてるんですけど、このチャンネルのこの下のラインと、この 133.321 っていうラインがあるんですけど、これは、4時間足の、この上昇のこの押しの最安値。ここにライン引いてるんですね。133.321。で、これ15分足で見ると、これですね。このライン。133.321。で、チャンネルのライン。これ交差しているところ。で、さらに、ウォルフのラインがこう、3つこう重なる部分が、見つかったわけですね。だから、だから僕はこの実体付近をこれ4点目にしてたんですね。これ仮にこれヒゲにしてたら、まあもうお分かりいただけるように全然重ならないわけですね。15分足で見て、ほら、
まあ、結果的にこっちが正解だったわけなんですけど、ここで止まってるから。要はさっきはこのチャンネルのこの下のラインと 133.321 のこの交差点にこのウォルフのラインもこうバチッと来てましたよね。だからすごい熱いんじゃないかなって思ったんですけど、でも結果的にシンプルにヒゲ先だったってところで、ヒゲ先だったってことですね。下ヒゲの先端が、まあ、4点目だったってことですね。こういう感じで、僕自身もそのウォルフ波動の読みがちょっと外れるっていうこともあります。こういう感じで。でも、読みは外れるけど、ここ1点目と4点目に、するっていう判断は、まあ、この下落から見てもお分かりいただけるように、もうこの判断自体はこれ間違ってなかったってことですね。まあ、あとはこの4点目をこの実体に定めるか、シンプルにこのヒゲ先に定めるかっていう、そこの判断がちょっと違ったんで、僕もこのチャンネル引けて、この133.321とかを意識してなかったら、シンプルにここ引いてたんですけども、まあ、ちょっと三角だったってことですね。ちょっともう悔しいですよね。こういうのはね。悔しいけど、まあ仕方ない。これはね、本当、なんていうのかな。どれだけ相場に、こう、長くね、いても、こういう、なんていうのかな、百発百中っていうのはね、やっぱりね、ありえないですから。誰しも。どれだけすごいトレーダーの方でも、こういう感じで、ちょっとしたミスっていうのは絶対ありますから、そういうところも気にしててももう仕方ないですね。しかもそもそも僕別にこのウォルフを信用して別に今回ト、あの、トレードしてないんですね。トレードして、しながら、本当はしたかったんだけど、ちょっといろいろ用事があってできませんでした。だからね、そうなんですよ。このウォルフ、なんかこのラインを信用して、このウォルフのこのラインね、信用してトレードする場合は、こう2点目と4点目こう結んでね、2点目と4点目。で、こう下が、で、こう抜いてくるでしょ？抜いてきて、もう一回上がってくる。上がってくる。要はこのリテストを買ったところですね。で、なおかつ、この2点目と4点目のこのラインと、もうこの紫のこっちのラインありますよね。このライン。このラインっていうのは、これ4時間足にしたんですけど、今、こことここをピーとこう結んでいるラインですね。で、これを平行して持ってきて、こういうふうにチャンネル作ってます。じゃあ、この黄緑のこのライン何なのかっていうと、黄緑のラインは、こっち1点目にして、これを2点目にしてる。まあ、要はこう2つのチャンネルを今作って、こうチャンネルのゾーンみたいな考えで僕は今こういるんですね。どっちかが反応してくるだろうなっていう感じで、思ってるというか、そういう感じですね。まあ、もしこの次の週ですね、来週、この黄緑に反発して、上昇してくるようだったら、この黄緑が意識されるんだろうなっていう、そういう感じですよね。1点目、2点目、3点目、4点目。この紫の場合は、1点目、2点目、3点目。まあ、そうですね。どっちが意識されるかって感じですね。そこはまあちょっと様子、じっくり見ておきたいところなんですけど、まあ正直言うとこれ鉄板だったんですね。ここでね、売りエントリーするのは。だってもうこの2点目と4点目のこの切り上げライン。で、あとこの4時間足ベースで引いたこのチャンネルのこの上側のライン。これ交差してるところにこうぐさっと来て、で下落してるこの陰線。確定してから売りエントリー。要は、損切りの位置は、このね、この陽線のこの上髭のちょっと上ら辺とかにしといて、あとは放置してね、この、要は、ウォルフのラインにタッチするまであとは放置するみたいな。こんなもんだいぶ取れてましたからね。
まあでもそれは本当に簡単に言ったらそうなるわけですけど、まあ、ウォルフは確かに強力なんですね。確かにちゃんとウォルフが弾けたら本当にその位置まで、到達してくれる、確率というか、ケースが本当に多いんで、すごい、めちゃめちゃ本当頼りになるんですけど、まあ、その間に当然こういう、まあ、切り板とかありますから、134円とか。まあ、135円、まあ、135円はまあもうこの辺で、まあ、抜くと、まあ、こう思えるわけですけど、135円抜いてもこの134円が立ちふさがったり、134.5とかですね、こういうとことかも止められやすかったりするんで、だからこういうところはちゃんと見とった方がいいですよね。だから賢く行きたいんであれば、まあちょっとこう134円とかで、まあちょっとまあ半分を決済して、残りの半分をちょっとこう様子見てみるとか。そういうやり方とか、まあすごい賢いかなと思いますね。というわけで、今回ね、本当に悔しい週になっちゃいました。これね、本当にね、トレードマジでしたかったんだけどな、ここ。本当にしたかったんだけど、もう友達にちょっと誘われまして、ちょっと普通に外出てたんで、これは惜しいですね。普通にお酒をすごい飲んでたので、これはトレードしたかったな、ここは。もう鉄板ですね。だからこういうところは本当に、こう見逃さない方がいいです。ウォルフが使えるようになって、こういうふうに弾けて、上位の時間足でチャネル、でこう2点目と4点目結んだこの交差点腐ってきて陰線確定とかってなったら、もうこれ絶対超えてきますから、もう絶対これウォルフのあれ到達してきますから、まあ絶対とか言っちゃいけないですね。絶対とか言っちゃいけないんですけど、ほぼ高確率で到達してきますから、これは惜しいことした。悔しいですね、非常に。だいぶ取れてたんだけどな。まあ、そんな感じで、僕結構その特殊な考えを結構やっぱしてるん、持ってるんで、なんかもしかしたらその頭がこんがらがっちゃったりとかする可能性あるかもしれないんですけど、まあなんかね、そんなに焦らなくてもいいというか、少しずつ覚えていったらいいと思うんですね。チャンネルにしても、ウォルフにしても。なんか僕の動画講座を続けてご覧になっていただけたらですね、だんだんと分かってくるようになると思うんですよ。だんだんとこう、なんか、あ、これウォルフ弾けるんじゃないのかなとか、そういうのがだんだんと読めてくると思うんで、まあ、そんなに焦らずにね、少しずつ、覚えていくっていう感じで、そういうスタンスでね、相場に臨んでいった方がいいかなと思います。で、まあ、最後にこの、まあ、移動平均線なんですけど、まあ、要は、僕が普段表示させてるのはこの 20SMA と 20EMA ですね。で、ここにまあ20、あ、違う、80EMA と 480EMA っていうのをまあ追加させてるんですけど、これどういう意味かというと、20EMA の4倍は 80EMA ですよね。で、これ今1時間足ですよね。1時間足の4倍は4時間足ですよね。ということは、この 20EMA の4倍、これ 80EMA ですよね。ということは、これ4時間足で言うところの 20EMA みたいなもんってことです、これは。で、さらに、これ 480EMA っていうのは、これ 20EMA の何倍かっていうと、24倍ですよね。で、1時間足の24倍って言ったら、24時間ですよね。24時間イコール1日ですから、要はこれ、日足ベースでの 20EMA と同じようなもんって考えていただいたら OK です。つまり、これ別に4時間足とか日足とか見なくても、1時間足だけで、4時間足の、向きというか、売り優勢というか、売り優勢なのか、買い優勢なのか、日足レベルで売り優勢なのか、買い優勢なのか、とかっていうのが、この移動平均線の角度とかで分かるんですね。いちいちその4時間足とか日足とか表示させなくても。
要はこの今のこういう場面とかですね、これ 80EMA、 これ角度下ですよね。で、まあ、ちょっと 480EMA、 ちょっとまだちょっと横ばいっぽいけど、まあでも若干下向き、ちょっと下向きって感じですよね、ほんのちょっとだけ。つまりこれ日足と4時間足と1時間足の向きが全部揃ってるってことなんですね、これ。だからこういう場面はもうまあ売りエントリーが結構できやすい場面だなっていうことですね。まあ当然この、まあ、戻りを待ってから売った方がいいわけなんですけど、だからまあ来週のその戻りの、目安というか、まあここに陽線ありますからね、この陽線ね、要はこう戻ってこう下がってるってことだから、うん、ここまでの戻りっていうのは十分考えられるかなと。そうなるとですね、ここちょっとフィボナッチ当てますけど、60.8% をちゃんと引けてるかな、若干ちゃんと引けてないですね。これ 61.8% を若干過ぎるんですね、ここね。これ実体レベルだと、あ、すみません、この戻りですね、この戻りのこの安値、実体レベルだとここになるんですけど、このライン 76.4 の近くですね。これね、 61.8% をね、こう過ぎちゃうとね、上昇の力が生まれやすいです。で 76.4 とか過ぎちゃうと、もっと上昇の、波が形成されやすくなっちゃうんで、そう考えるとね、この 61.8 より上にね、もうこの、そのヒゲ先、まあ、要は最安値で考えたとしても 61.8 より上にあるから、今後もしかしたらまたちょっと上昇の、しばらく上昇のような流れが作られてくるかもしれないですよね。ただこのウォルフのこのラインですね、これね、もう一回タッチして来やすいっていうケースがよくあるんですね。ウォルフのこのラインって一回目ここタッチですよね。で2回目でこうまた上がるんだけど、2回目こうまたタッチしてきてこう上昇みたいな、そういうパターンがねよくあるんで、そこもよく見とった方がいいですね、そういうところ。そんな感じで、まあちょっとこう来週の相場展望に近いような話もちょっとさせていただいたわけなんですけども、まあ個人的にはちょっと今週はちょっと結構悔しい、週だったなと。友達にご飯っていうか、まあ誘われなかったらここトレードできてたのになっていう感じですね。もう完全にお酒でベロベロになってる時間帯ですね、この辺ね。本当惜しいことしたなって感じですね。やっぱ遊ばない方がいいですね、本当にね。ちょっともうその友達からの誘いもう来てももう断ろうと思います、もう次からまあそれは冗談なんですけど、はい、そんな感じです。ちょっとすごい長くなっちゃいましたけども、最後にまあちょっとお知らせというかね、先ほども言ったんですけど、僕の FX 教材ですね、今3つ出してるんですけど、それらのまあ URL ですね、この動画の下の概要欄の方に載せておりますんで、もしご興味があればね、ちょっとまあ、ちょっと詳細をね、ご覧いただけると嬉しいです。すべてまあ DL マーケット様の方でまあ販売しておりますので、よければご参考にされてみてください。はい、というわけで翔太でした。ありがとうございました。